総前新州毎新7月10日の1973年12月2日は日本の政治家、衆議院議員、弁護士、鹿児島県出身。1918年、鹿児島県立師範学校卒業。小学校訓導高等女学校教諭を経て、明治大学専門部法律科に入り、1924年に卒業した。1926年、 高等試験行政科試験に合格し、内務省に入った。警視庁巡査、同警視、柴田かな警察署長、警視庁消防課長、地方事務官、福岡県警防課長、和歌山県振興課長県人事課長、同知事官房主事を歴任し、1942年の第21回衆議院議員総選挙において、鹿児島3区から、 大政翼3会の推薦を受けて当選した。戦後、大政翼3会の推薦議員のため、公職追放となる。追放解除後の1952年の第25回衆議院議員総選挙において、東京一区から立候補したが落選した。2年後の1954年、天見諸島復帰による衆議院議員補欠選挙に、 天見軍党選挙区から自由党公認で立候補した。同選挙区から安岡武久も同じ自由党から立候補した。この選挙で18,741票を取り1位となったが法定得票数に達しなかったため再選挙となった。再選挙では2176票と1回目の得票を上回ったが1回目の投票で3位だった安岡武久に敗れた。 その後は弁護士となり、1973年に死去した。ありがとうございます。